市民の皆さん、高崎市の来年度、令和5年度の予算が決まりまして、市議会に提出することといたしました。一般会計で1661億5000万円ということで、対前年度比がプラス 1.3% ということでございまして、多少伸びておりますけど、大きな伸びるということではなくて、手堅い予算だなと、こういうふうに自分でも思っております。これはプラスにできましたのは、高崎市の税収がそんなに落ちないということは分かりまして、コロナの状況下でも、高崎はいろんな民間企業の皆さん、あるいは市民の皆さんが頑張っていただいているおかげで、税収があまり落ちなかったということで、編成、予算が編成できたということです。これは御礼申し上げるわけでございます。一番大きな予算といたしましては、戦後日本、戦後高崎の最大のプロジェクトが実は進んでおりまして、ハウナの麓の高浜クリーンセンターという、要するにゴミの焼却場がありますけれども、この建設、全面改築という建設計画を抱えておりまして、それが本格的になりますので、この事業だけで115億円を計上しているわけでございます。全国でも最も素晴らしいゴミ焼却場の建て替えということになろうかと思います。大きな公共事業というのは、総実は今回あまり盛り込んでおりませんで、むしろ身の回りの小さな、公共事業というものを重ねております。一つは、いくつか申し上げますと、一つは富山町に、児童相談所を新たに作ることにいたしまして、高崎からは虐待死をなくそうと、子どもを虐待で殺したりさせないようにしようということで、高崎独自の児童相談所を作ることにいたしまして、これは富山町の駅、JR の富山町の駅を降りたところに建設することにいたしまして、これで、それから高崎駅の東口に同志会館というのがございまして、働く、中小企業で働く方々のレクリエーション活動もできるようにということで、事務所と同時に隣に、勤労者のための、体育館を併設することにいたしまして、この工事が始まりまして、それから身の回りの公共事業ということで申し上げますと、例えば観音山に大根伝いに自然歩道というのがあるんですけども、それが一部京の道のようになって未整備状態になっておりましたので、これはこの機会に5年かけまして5年計画で記念して、高崎の美しい、散歩道を確保しようというような事業も始めますし、高崎のいろんな道路に、補修を完全にやれてない部分がございまして、例えば穴ぼこがあったりするようなそういう道路もで危険なところもございますので、これを5年かけまして穴ぼこの改修特別の事業を5年計画でやろうというようなことをやっております。高崎には500箇所ぐらいの小さな公園がございますから、これがきれいにしつつ整備計画を、やっぱりこれも5年計画で整備を進めていこうとこういうふうに思っております。学校体育館の照明をよくしようとしたり、それから高崎のスポーツ環境をさらに飛躍的に良くしていこうということで、阿久津というところに水処理場があるんですけど、そのそばにゴルフ場が、高崎市民ゴルフ場というのがありましたけど、広大な河川敷を、これを市民全体のスポーツの場にしようということで、これをスポーツパークに全面改築するということ、整備するということを進めて、これは順次やってまいりますけども、これも工事がスタートすることになっております。それからお年を召した方のために、やることは何でもやろうというふうに思って、高崎は全国でも非常に個性のあるお年を召した方の対策というのを経費をずっと計上して、いろんな方から高崎の高齢者対策というのは面白いねということ、面白いねという言葉は不適切かもしれませんけど、よくやるねというような言葉をいただいておりますけども、新たなお年を召した方が在宅で力仕事ができない、重いものも運べないということでございますので、これを電話いただきましたら、重いものを運んだり手伝いをしますよなんていう、そういう SOS サービス事業なども始めさせていただいております。それからお
申し上げた方から今度は子どもの話ですけど、子どもの医療費ということで、今まで中学生まで無料でございましたけど、今度は高校生まで無料にするという施策を拡大するということを進めておるわけでございます。そういうものが予算に計上しております。それから、学校給食のことですけども、食材費が大変価格が高騰しておりまして、その価格高騰分で給食の調理員の方や栄養士さんが大変困っておりますので、この食料費の価格が高騰した分が保護者にそのままダイレクトに行くということは何とか避けたいということで、価格高騰分だけでも少し補填させていただこうと、こういうような予算も入っております。その他の豊岡に新たに駅を作らせていただき、新越線のに新たに駅を作るという設置事業を進めたいと、こういう考えております。いろんな身の回りを改善するという事業を進めてまいりたいと、こういうふうに思っています。身の回り生活改善予算、身の回り予算っていうんですか、そういう特徴のある予算だと、こういうふうに思っております。市議会の了承議決をいただきましたら、スタートしたいと思っていますが、このような予算がやっと計上が決まりました。ご報告申し上げます。ありがとうございました。